Take It Easy はドイツのボードゲーム。六角形のタイルを並べ得点を増やすパズルタイプのゲームである。板タイル各プレイヤーには個別のボードとタイル一式が配られる。親以外のプレイヤーは自分のタイルを表向きにして自分の前に分かりやすいように並べる。親のみ自分のタイルを裏返しよく混ぜる。正六角形のタイルには 向かい合った各兵を結ぶ直線が3本描かれている。直線は1から9の数字が割り当てられている。ボードはそのタイルを並べる。大きな正六角形である。タイルは全部で19枚並べられる。親は裏返しの中から1枚のタイルを引き、数字を読み上げる。親を含む全員は指定のタイルをボードの2の場所に並べる。タイルの上下は決められている。 一度置いたタイルは動かせない。置くところがなくなるまで繰り返し、ゲーム終了。同じ種類の直線をつなげることが目的である。ボードの端から端まで同じ数字がつながると、得点になる。6が3枚つながると、63イコール18点。一列の中で一つでも違う数字があると、その列は0点となる。最後に得点を計算し、最も得点した人が勝ち。 全員がそれぞれ独立でゲームを進めるタイプのゲームであり、他プレイヤーとの関わりはない。そのため、一人プレイも可能。ゲーム前半は置きたいところがたくさんあって迷うが、後半は置きたい場所が減ってきて、自ら列を壊さなければならなくなる。一列を作るのに必要な枚数が3枚の部分と4枚、5枚の部分があり、どの列の完成を目指し、どの列を捨てるのかが悩ましい。 全員が同じタイルを使うのに、全く違う盤面になるのが面白い。タイルは27枚あるが、最終的に並べる数は19枚なので、欲しいタイルがいつ来るか、最後まで来ないのか、踏ん切りが難しく、引きこもごもの結果となる。掛け算の得点計算はやや煩雑だが、完成した直線の数を競うことにすれば、低年齢の子供もプレイ可能である。ありがとうございます。